今日は本当になんか気持ちのいい朝で、昨日までとは違ってね、風もちょっとひんやりしてますけども、天気も良くて風もヒヤッとして気持ちのいい朝を迎えられて、皆さんを迎えできて本当にいい日を迎えできることができてよかったなと思います。これからの長いねお付き合いになろうと思いますけども、よろしくお願いします。まあ、木材っていうのは他にもね、その環境側面であるとかサステナブルである高潔木材料であるとか、切ってちゃんと植えていく、そのことで植えて育てる、でそれをまた使う、循環型の社会に非常に適された素材である。今本当にこう脚光を浴びていて、で鉄骨とか RC とかっていうものからどんどん木材を置き換える、そういう流れは間違いなくあります。我々は成長のど真ん中にですので、これから、会社とね、皆さんと一緒にこういろんな時代が来ますけども、成長できればなというふうに考えています。はい、改めまして新入社員サポーターの三村和子です。もう本当に僕もちょうど去年の今頃、新入社員としてここに座った覚えがあるなと。でまあ、皆さんこれから、ね、社会人として、まあ、働いていくことになるとは思うんですけれども、まあ、僕も1年間日野商林業で働かせていただいて、まあ、学んだこと、できるようになったことたくさんあります。ただそれよりも多くできてないことの方がもう本当にたくさんあります。多分皆さんも1年間頑張って新しいことを覚えていくと思いますけど、それでもまだまだ足りないことが多いです。たくさんこれから一生かけて覚えていくことがあります。ですんでね、まあ、サポーターなんていう名前つけさせていただきましたけれども、まあ、一緒に頑張っていきましょう。木材業界、本当にちょっとしたニュース、ちょっとした YouTube の広告、あとはテレビのニュース、すべてのことに関係してきます。そういったふうにもうニュースすべて、世界の情勢すべてが木材に通じています。ですんで皆さん楽しんでいきましょう。もう本当にプライベートのことでも何でも相談していただければ、僕でよければ頑張ります。よろしくお願いします。